はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。まあね、土曜日というのはね、いいですね。この電話かかってこない、メールが来ない つまりそのですね、いろんな対応しなくていいわけです ひたすら私はこの事務所でですね、好きなことをしてればいいわけであって、あるいはこうやって好きなことを喋ってればいいわけなんですね。だからね、至って好きですよ。土日というのはね、平和ですね、ほんまにね。その代わりこう、サプライズがないですけどね。で、土日で住んでね、与太話を続けたいと思うんですけど、私はですね、私立文系でございましてですね、同志社大学法学部というところに出てるんですけど、その頃、僕の頃でもですね、もうその、僕の頃は数学で受けられたんですね、第3科目って。英語、国語、他、選択科目っていうことになって。選択科目が数学があったんですけど、今ないところも多いんですね。で、私、高校3年生の10月頃まで数学で受けると思ってたんですよね、実のところ。で、やっぱりあかんわーと思って、で、日本史に変えたんですけども。その僕の同年代は圧倒的に日本史が多いですね。私もそうですけども。で、今の子たちも見ているとですね、日本、どうでしょう、日本史と世界史がどれくらいの割合かというと、日本史9、世界史1ぐらいじゃないでしょうかね、世界史1。まあ、地理で受けられるところもありますね、中にはね。もうどっちかというと、日本史よりも地理の方が良かったかもしれないですね。今でもセンター試験とか時々超暇な時に遊びでやりますけども、日本史よりも地理の方がたくさんスコア取れますね。ただしあの時地理なかったのかな、よう覚えてませんけど。まあとりあえず私立文系というのは圧倒的に日本史が多いという現実がございます。で、最近ね、私の周りでですね、40代で、今の職業を金繰り捨ててですね、高校の先生になりたいという人がいまして、で、一生懸命教職取ってはるんですけど、この方が何を教えたいかって日本史らしいですね。ご自身は文学部なんで、文学部、フランス文学かなんかで、なんですけど、それだとね、国語の先生しかなれないですね、その、だから新たにですね、文学部の歴史、史学科みたいなところに行ってですね、こう、単位を取って、で、教職を取るみたいな、まあ、そういうことをなさってる方いらっしゃってですね、まあ、応援してるんですけど、その方を教えたいのも日本史ですね。それで、まあ、広告屋時代っていうのはもう私立文系の海でございましてですね、その、もうそれしかいない。それが9割5分ぐらいの世界が、私が属していたマンション、新築マンションの広告世界というのはそうですね。もうクライアントもそうですね。マンション屋さんたちも私立文系ほとんどでして。で、別に聞いたことないんですけど、聞いて回ることはないんですけど、感覚的には日本史の方がほとんどだったような気がしますね。そう。で、なんていうかね、私の身近な人にね、日本史超詳しい人がいるんですよ、超詳しい人が。で、なんでそんなん知ってんのって聞いたら、戦国時代の大名を片っ端から知ってるわけですね。黒人クラスまで知ってるわけですよ。有名な黒人って真田昌幸ですよね。あの人は超有名ですけど、そうじゃない黒人もいっぱいいるわけでして、そんな人たちの名前まで知ってるわけで。なんで知ってんのって、信長の野望というテレビゲームですか？僕やったことないですけど、私ゲーム一切しませんから、一切知らないんですけども、信長の野望で覚えたっていうふうにおっしゃってました。同じようにですね、三国志の世界にやたら詳しい人がいますよね。やっぱりゲームで三国志をやったことによってですね、あの時代のですね、三国志の関係というのを全部やったら詳しいと言いますけど、残念ながら世界史のゲームってない、あるのかもしれませんけども、有名になってないし、ヒットしてないわけであって、で、世界史を取ってる人も少ないし、そういう世界史的なこう趣味を持ってる人も少ないんですけども、私はだから受験科目日本史なんですけど、今世界史の方が大好きで、なんか本を買ってね、歴史の本を買う、歴史関係の本を買うと圧倒的に世界史ですね。なんで、世界史の方はね、両方知ってる人間としてはね、両方知ってるたっておこがましいですけど、両方触ってみた人間としては圧倒的に世界史が面白いですよ。
本当に圧倒的に面白いですね。なぜかというとね、世界史的視点で見れば日本史なんていうのはコップの中の嵐なんですよ。勝手にやってるやお前らの世界で、世界史ってのは地球サイズのまさにグローバルで動いてるわけだって、そこを考えてね。で、世界史的な視点があるとね、国際ニュースって外国のニュースとかって面白いでしゃあないわけですよ。ああそんなことなってんのみたいな、いややっぱりあいつらなみたいな。まあ日本に関係あるのは東アジアとアメリカ、せいぜいヨーロッパまでですけども、そうじゃないところもですね、別に詳しくはないですよ、私興味があるという好奇心があるというだけで。である程度の知識があるとね、こうニュースが面白くて知らないんですよ。あいつらあんなことやってるのか、こいつらこんなことやってるのかという感じで。で、私の未知な分野が多いわけですね。例えばアフリカなんて僕全然知らないわけですよ。でヨーロッパはね、ヨーロッパ史というのは厳然とあってなんとなくわかるんですけど、もうややこしいで知らないですよね。中世以降のヨーロッパのその歴史ってもう、ね、もう年から年中戦国時代みたいなもんですね。そうばっかりしますよ。もう、ね、とてもないけど覚えられないですよ、多分ね。英仏百年戦争とか言って、この前本読みましたけど、なんなんこいつらっていうぐらいにしょっちゅう戦争してるわけですよね。で関係性までよくわからないけども、なんとなくね、覚えてしまって頭に入れてしまえば面白いもんで、ああこうだいたいこうなっててなっててなってわかるとですね、なんで英語とフランス語はことは一緒やねんっていうあたりもですね、ようわかるわお前らと、お前らほとんど一緒やみたいな、そんな感じに見えてくるわけなんですよ。ほんでなんでね、ドイツだけはちょっとちゃうんかっていうのもね、わかるわけであって、だからね、別に高校の受験の選択科目で世界史取るとは言いませんけど、あれしょうもないやん。私も高校の時世界史の授業も受けましたからね、成績良かったですよ。受けましたから知ってますけど、あれはただ覚えるだけでね、しょうもないなぁと、実にしょうもない。高校で教えてくる日本史もしょうもないですよね。日本史もしょうもない、世界史もしょうもない、高校で教えてくれるのも本当にしょうもない、ね、何が面白いって教科書が一番面白い。僕だから授業の時にずっと教科書を出ましたよ。あれです、古文の授業っていうのはですね、最高に面白かったですね。先生言うてることはまあまあわかるんですけど、それよりもこうじーっとね、違う本来やってるところと違うところに一生懸命読むんですよ。あれが面白い。読書の時間でしたね、ほとんど。漢文も面白かったですね。で世界史や日本史もですね、やっぱり教科書も面白いですけど、資料集見るのが面白いですね。あれひたすら資料集読んでました、私。いいよね、先生アホやん、大体ね、分かってない先生の方が多いんで、そんな人よりもそんな人の授業聞くよりも資料集読んでる方がよっぽど面白かったですね。まあまあそれはいいんですけど、どうでしょうね、いつも何回か言うてるんですけど、ヨーロッパの歴史というものが分かったらですね、今この前昨日ですか、イギリスと EU がなんとか妥結にこぎつけたとか言ってますけど、ああいうことを見ててもね、ああそうなったんかと思って、イギリス人なんか大体自分たちヨーロッパ人と思ってませんからね、ブリテン&ヨーロッパとかそういう言い方をするわけですよ。俺らはヨーロッパちゃうで、大陸ちゃうでっていう明快なですね、こう違いをこう彼らは強調 しますね。でイギリス人はアメリカをバカにしますからね、あいつら植民地のやつらやって、で大体言葉も違いますからね。僕らは同じ英語として学びますけども、大体僕らが学んだ英語っていうのはイギリス英語なんですけどね、僕の時代はね。今はどうか知りませんけど、で発音なんかもイギリスの発音を学ぶわけであって、カリフォルニアの英語とですね、イギリスの英語って同じ英語かと思うぐらい ちゃうんですよね、やっぱりね。いや、僕もよう分かりませんけどね。でも、なんとなく分かります。イギリスや、とかみたいな。なんでスペインがスペインなんかと。なんでスペインの中にあんないろんなね、変な、変なってことだね、あの人たち失礼ですね。スペインは実は一つのスペインではないっていうようなこともですね、高校の世界史のわからないではないですけど、それよりもっといろんなね、ドラマを含めて、見てみた方がですね、面白いです。まあ、国際関係史ということを考えればですね、非常にこう視点は広がります。で、大体ね、世界史はね、教養になるんですよ。教養知らん人多いんですよ。日本史はさっき言ったように信長の野望とかあるでしょ。でいろんな日本史好きがいますからね、
この前中古新書の鬼の乱が売れたりしたでしょ。あれなんで売れんねんって言ったら、やっぱり日本史好きが多いんですよ、日本人だから。で、世界史好きって少数派なんですよ。あのね、多数派になるより少数派でいた方が絶対面白いですよ。私の人生そうですけど、少数派でよりも孤立してるんですけど、私の人生は。その方が絶対面白いんですよ。だってみんなの知らんこと僕は知ってるわけですからね。それがこうやってネタにもなるわけですから。みんなが大好きな日本史よりもですね、世界史の方が全然視野が広いですしね、教養になるし、これね、その、どう言いましょうね、日本史をいくら知っててもね、あのヨーロッパ系、アメリカ系の人の前に出た時に何の意味もないですよ。でも、ヨーロッパ史、アメリカ史なんて、まあ、ちょ、たかだか3、400年のもんですけど、まあ、それでも、それを知っていて、その関係性を知ってると驚かれます。およく知ってるな君はって、それを知ってるということが教養の基礎なんですね、向こうの、あの世界史を知ってる、特にヨーロッパ史を知ってる、キリスト教史を知ってるっていうのが、だからね、今からでも遅くはない遅くはないかどうか分からないけどね、世界史の方が全く面白いという視点に立ってですね、日本史の本読むんやったら世界史の本を読んだ方がええでと、まあそういうお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。